こんにちは。以前私がですね、3人の方の、ハンドメイドのブログを見ていますということで言ったところ、コメントに、それを教えてほしいということでいただいていたので、それを今日はちょっと紹介したいなと思います。こちらのですね、 C の編み物ブログ、タムタムのブログ、 JF1 オノかなのブログっていうタイトルなんですけど、URL の方は説明欄の方に貼っておきますので、ちょっとね、検索で出てくるかどうかわからないというか、出てきても他のね、同じタイトルの方と被っている場合もあるみたいなので、URL の方で確認していただけたらなと思います。まずですね、こちらの C の編み物ブログさん、この方はね、本当にいろんなものをね、そう、発想がすごくって、一番私が衝撃を受けたのが、タイトルが暇つぶしにっていうタイトルで、編み物の作品をアップされていたんですけど、ホールのいちごケーキとか、ソフトクリームとか、シューマイにお寿司とかね、そういろんなものを編まれてるんですね。本当に形も当然バラバラなんですけど、発想がすごいなと思って、暇つぶしにこんなの編んじゃうのっていうぐらいびっくりしたので、いつもね、楽しませていただいております。ぜひチェックしてみてください。あとですね、タムタムのブログですね、こちらの方もですね、いろんなのを編まれています。スポーツもお好きのようで、サッカーですね、サッカーの観戦した時のブログだったりとか、編み物のブログだったりとかを両方書かれているんですけど、最近ではですね、いちごの、私がアップした小物入れを編んでくださっていまして、しかもですね、旦那さんがその妻の編んだいちごショートの小物入れの中に指輪を入れて、だから指輪入れにしてくださっているそうで、めっちゃ羨ましいですね。ラブラブですね。私結婚7年目ですけど、全然そんな感じじゃないと思って、羨ましいなと思って、見させていただきました。今年のですね、いつだったかな、夏かな、忘れたんですけど、金の価格がですね、ちょっと高騰している時期があったらしくって、1g5000円を上回った時があったんですけど、その時にですね、うちの旦那、結婚指輪売るとか言ってましたもんね。この違い、ラブラブで羨ましいですし、なんかサッカーも楽しまれていて、編み物もいろんなの編まれて、しかも上手にね、可愛く編まれていて、はい、なんか見ているだけでこっちも幸せになるようなブログです。ぜひ、見てみてください。あとですね、 JF1 って書いて、1かな、 JF1 オノっていうものかな、ちょっと違ったらごめんなさい、のブログさん、ヤフーブログでこの方はされています。この方はですね、結構大物をいっぱい編まれてます。小物もたくさん編まれてるんですけど、大きな編みぐるみとか、大きなバッグとか、お母さんのお友達用にってたくさんバッグ編まれたりとか、プレゼント用に編みぐるみで、自宅にたくさんいろんな編みぐるみを編まれていて、結構ね、大きなの編むのって大変だと思うんですけど、本当に編み物好きなんだなっていうのがすごく伝わってくるブログです。で、見ていると、もう自分も、あ、これこういうのも編みたいって、いろんな、刺激になります。あ、この色合わせもいいなとか、すごく勉強になります。むしろ私がこう先生と思っているぐらい、はい、すごくお三方とも楽しいブログで、個性はね、結構バラバラなんですけど、それぞれに面白さがあるので、私はいつも寝る前にですね、3人の方のブログを見てぐっすり眠らせていただいております。はい、で、私もですね、以前やってたブログ、ちょっと今なんだっけ、サーバー、レンタルサーバーっていうのやめちゃったんで見れなくなったんですけど、やっているものもあるので、でもあんまり力入れてないので紹介するほどでもないんですけど、一応説明欄のとこに貼っときますので、
興味がある方は覗いてみてください。まあでも私のブログよりね、絶対この3人の方のブログの方がめっちゃ楽しいんで、はい、ちょっと覗いてみてください、はい、でですね、今ちょっと、試作しているものもあるので、また完成したらアップしたいなと思います。あとですね、プレゼント企画の方も今日を含めてあと4日になっています、まだ、コメントされてない方はぜひコメントしてみてください。ちょっと1名様にしか当たらないので、倍率はちょっとね、高いかもしれないんですけど、まあもしかしたら当たるかもしれないので、ぜひコメントしていただけたら嬉しいです。以上、私がいつも楽しく見ているブログの紹介でした、はい、また、編み物の方もアップします。今日は以上です。ありがとうございます。